タトラ T3 タトラ T3RPV タトラ T3RPV はチェコやスロバキアなど世界各国の路面電車で使用されている電車の位置形式。チェコスロバキア時代に製造された路面電車車両タトラ T3 の台車や一部機器と心臓車体電気機器を組み合わせた車両である。この項目では電気機器が異なるタトラ T3REV も合わせて解説する。 1960年にプラハ市電に投入された試作車を皮切りに東側諸国へ向けて大量生産が行われた路面電車車両タトラ T3 は1970年代後半以降車体の修繕や制御装置の交換などの近代化工事が各地で実施されている。特にチェコやスロバキアのタトラ T3 は2001年以降路面電車車両の製造 更新事業を展開するコンソーシアムであるアライアンス TW によって多数の近代化工事が行われているが、その中で老朽化した車体をアライアンス TW 製のバーツビーさんに乗せ替えた車両は T3RPV もしくは T3REV と呼ばれる。バーツビーさんはアライアンス TW がタトラ T3 を元に開発した片運転台の高床車体で、 前面の大型行き先表示装置や、左側面の通風口の有無など一部の差異を除き、T3 と同じ外見を有するが、顧客からの要望に応じて、前面形状や内装、防災美容プライマー塗料の使用など様々な変更に対応している。特にチェコのオストラバーシデンで2004年から営業運転を開始した T3REV は、 フランティシェク・ペリカーンが手掛けた新設計の全面形状を有しており、アライアンス TW で新造された部分超低床電車にもこのデザインが受け継がれている。運転方法については T3 の足踏みペダルから制御用ハンドルを用いた方式へと変更されている。形式の違いは電気機器の際によるものであり、T3RPV にはリベット素子を用いた 電気子直波制御方式の t b プログレスが用いられる。一方、超低省付随者の VV60LF と連結運転を行うことを前提とした T3REV には出力が増大したカゴ形参照誘導電動機を有する VVVF インバータ制御方式の TB ユーロパルスが搭載されている。両形式とも電気機器の製造はチェコのセゲレツが手掛ける。 2002年に T3REV の試作車が製造された後、2003年以降量形式の量産が始まり、2020年の時点で T3RPV が83両、T3REV が5両作られている。T3RPV がチェコやスロバキアのみならずクロアチア、ロシア連邦にも導入されている一方、T3REV は経引する。 VV60LF の故障が多発したことや、増備計画が部分超低床電車のバリオ LF へ移行したことにより少数の製造に止まっている。以下の表は、両形式を導入した都市や事業者を示したものであるほか、ビコーランの新デザインはフランティシェク・ペリーカーンが手掛けた新設計の全面形状のことである。ありがとうございます。